皆さんこんにちは、たくみです。今日はですね、この行動仕様に改造しているポケバイのですね、エンジンにこちらのギアを取り付けていこうと思います。もともと付いていたギアがこっちなんですよ。で、これが中国から輸入したものとなっています。で、前のものはですね、このギアがですね、もう摩耗しちゃってて、もう残ってなかったんですよね。ということで今回もう交換することとなりました。ギアというかクラッチですね。機構がすごく面白くて、クラッチって何っていうのはと思うんですけど、ちょっと動力をこう伝える、伝えないっていう役割をしてくれるものとなってまして、ここはですね、これがまあクラッチになってるんですけど、これ遠心力で、今、真ん中にこのバネがあって、ここにまあクラッチがあるんですよね。で、これがこう回転ぐるぐるぐるってエンジンにかかるとするんですけど、回転がぐわーっと上がると、遠心力でこう外に広がっていくんですね。こんな感じで。うわーって。遠心力で広がって、これがこう被さるんですけど、この中にこのクラッチがあって、広がって、ピタッと当たってることによって、動力が伝わるようになっています。一応そういう機構となっています。では早速ですね、組み立てのをしていこうと思います。ちなみにエンジンがですね、G4K っていうエンジンとなってまして、これが、ゼノアコマツっていうところのエンジンとなってます。取り付けていきます。やっぱ針みたいなのがあったんですけどね。あ、やべ、ミスった。僕はね、針みたいな工具でやるのがいいみたいなんですけど。むずっ。つけましたちょっと荒技です。真ん中まで取り付けていきました。で、あとですね、ウィンカバーつけていきます。エンジンこうつくんですよね、本体が。で、こうついてギアがこうなって、で、こうカバーがあるんですけど、まあ、チェーンがこっちに出てくる。この向きで取り付けていきます。ネジが汚いから掃除しよう。よし、じゃあ取り付けていきます。一旦全部開始します。なんかこのクラッチの規格というか、この上のギアの規格なんですけど、一応なんか全部一緒の規格かなんかで作られてるっぽいです。僕よくわからず中国から注文し輸入したんですけど、ぴったりサイズ一緒でしたね。よっしゃ、仮止めできたので、あと本締めしていきます。しまいました。一旦これでギアの方取り付けのできました。だいぶ先になると思うんですけど、ちょっとここ開けるとですね、これカバーになってまして、カバーでいうとここにギアがあります。本体の方が完成したら、ここにチェーンの方を付ける形となります。だいぶ先になると思いますけど、その時はもうそちらをアップしていこうと思います。実はですね、先日このポケバイ、もともと前ブレーキがなくて、どうしようかなって悩んでたんですよ。で、まあ行動か走るにはやっぱ前ブレーキ必要ってことで、先日ですね、新品のポケバイのフロントフォークだけ購入しました。これ一応ディスクブレーキが付いてます。これで多分パーツは大体揃ったので、組み立てれるかなと思います。あともう一個買ってまして、このポケバイもともとタンク、樹脂タンク付いてて、もうバキバキ割れてたんですね。タンク必要だったので、これもですね、中国に輸入して、金属製のタンクの方を輸入しました。ちょっとサイズがでかかったかもしれないですけど、まあ、付けれないことはなさそうなので、こちらまた付けていこうと思います。あとは次は多分すると言ったんですね。このボディがもうめちゃめちゃサビサビなんで、これはちょっとサビ落として塗装していこうと思います。はい、今日はですね、一応ギアの組み立てのをしました。皆さんご視聴ありがとうございました。